ビバキラン愛のコーナーです。今回お越しいただきましたのは笠間市役所から企画制作課の滝田健二さん、そして商工観光課の橋本真理子さん、そして株式会社ロジックデザインの代表取締役渡辺秀人さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さて、先ほどオープニングでもね少しお話しさせていただいたんですが、このスマートフォンアプリの笠間ナビというものを今開発中というふうにお伺いしたんですけれども、はいはい、これはどんなものになるんですか？そうですね、はい、今回ご紹介させていただきます、あの、はい、笠間ナビフルフルなんですけど、ふるふる、はい、はい、産学官連携として、行っておりまして、はい、産がロジックデザインさん、はい、学が時和大学さん、はい、そして官が笠間市とですね、そして笠間市の地域が一体となって、はい、笠間には魅力ある情報がありますので、それらを多くの皆さんに発信して、はい、で多くの方に笠間市に来ていただこうと、はい、そんな取り組みを行っております。なるほど、はい、でそこでみんなが生き生きとですね、はい、活力あある地域とすることを目指しておりまして、うん、ICT を活用した、はい、新たな情報発信ツールとして、笠間ナビフルフルをですね、はい、今年10月に運用するという形で進めているところであります。はい、そうなんですか、はい、じゃあ今はまだ実証実験なんですが、実験中なんですね、はい、そうなんです、ね、はい、なるほど、はい、笠間といえばね、本当にたくさんの観光資源があるところでね、有名ですよね、はい、で今日ちょっと紹介するですね、はい、写真を用意したんですが、はい、はい、よろしいですかね、はい、まず日本三大稲荷と言われる、こちらは笠間稲荷となっております。笠間稲荷神社、はいはい、で次は、はいはい、笠間といえば陶芸の町なんですが、笠間焼、はい、有名ですよね。でこちらは、はい、笠間工芸農家、はい、になっておりまして、うんうん、次の写真ですと、はい、こちらではろくろの体験などもできるような施設となっております。面白いですよね、はい、やってみたいです。そうですね、でこの近くにはですね、はい、日動美術館であったり、はい、県の陶芸美術館などもありまして、笠間はですね、はい、歴史的文、芸術文化の薫る町となっております。はい、また次の写真なんですけど、素敵ですね、はい、こちらは北山公園というところです。はい、こんなに雪が降るとこんなに、ちょうど今雪の時期なんですけど、こういう、銀世界の雪化粧が見られるような大自然を満喫できるところになります。綺麗、はい、で次の写真なんですが、はい、こちらも愛宕さんなんですけど、愛宕さん、はいはい、でこちらは自然を満喫できるですね、ハイキングルートがありまして、はい、年間でもね多くのハイカーの方が来ていただいているというようなところであります。すごい大きな岩もあるんですね。そうなんです、はい、これは屏風岩と言われるものなんですけど、屏風岩、はいはい、初めて聞きました。そうですね、はい、でこのようにですね、うん、はい、笠間市には魅力ある、はい、観光資源がありまして、うん、ちょっとグラフ見ていただきたいんですけど、はい、年間ですね、毎年300万人のですね、はい、観光客のお客様が見えるという観光都市となっております。はい、はいはい、私もよく行きますもん。あ、そうですか、ありがとうございます。しかしながらですね、課題もありまして、次のグラフなんですけど、はい、これは月別の観光客数を表したものなんですけど、はい、まず春先のですね、つつじ祭りとか、笠間焼の火祭りですね、有名ですよね、はい、4月5月に行われますが、そこに集中したり、また秋のですね、はい、今度は菊祭りです。これはそしてですね、笠間稲荷神社とですね、はい、笠間福原にあります出雲大社、日立などのですね、初詣、1月の初詣に集中しているというのが今現状でありまして、はい、比べてみると結構ね、差はありますもんね。そうですね、はい、で近年はですね、秋のイベントをですね、はい、笠間焼を紹介する笠間ロマンであったりですね、はい、これを前半にやったり
またあの、はい、笠間稲城地会の稲荷寿司が出るですね、はい、ご当地グルメなどを、うん、分散して行うなど、秋口のイベントをですね、今分散するような取り組みを行っているところなんです。そうなんですか。このグラフで見ると、はい、夏の時期にそうですね、あまりイベントが少ないんですか。少ないんです、はい、で、やはり目指すところは通年、1年を通してですね、はい、笠間に観光の客が来ていただけるというのを目指しておるところなんですけど、なかなかできない状態なんですね、はい、そうですか、はい、あの笠間さんといえばもう本当に観光客の方たくさんお越しいただいてるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そういうグラフにしてみるとシーズンごとに少しずつ差が結構あるんですね。あったんですね。そうなんですね、はい、そこがやはり課題でもあったところなんですけど、そうですか。そのような中でですね、はい、昨年の6月に、笠間市と連携協定を結んでいます常磐大学さんから、はい、笠間ナビフルフルのですね、はい、お話をいただきまして、学生の方からそうなんです、はい、ぜひ笠間の観光地で、はい、を紹介するナビをやってはどうかという紹介がありましてですね、そうですか。で、それをいただきまして今実証実験として、動いているところであります。そうなんですね。そうですよね。本当ですよね。大学生がそういった研究をしていたんでしょうかね。そうなんですね、はい、そうですか。そういったきっかけでこの笠間ナビが研究開発進められているということなんですけれども、そうです、はい、実際にこの使い方とか詳しくまた教えていただいてもいいですか。はいはい、本日はですね、はい、市役所の職員が実際に笠間ナビフルフルを使って街中を歩いている様子を動画にしたものをご用意しましたので、はい、まずはそちらをご覧ください。はい、はい、高原農家に検索してきました。笠間焼の体験工房やカフェがあり、ゆっくりアートな時間が過ごせます。オリジナルのカップはまた違った美味しさが感じられましたそうです。いろいろ焼き物を見ていきたいと思います。何かな、茨城県陶芸美術館です。東日本初の陶芸専門の県立美術館として平成12年4月に開館したそうです。ギャラリーロードを検索してみましょう。はい、このお店はギャラリーロードさん。いっぱい写真が撮ってる。じゃあ着物をたくさん売っていそうなの、うん、じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。じゃあエリア検索でジャンルをグルメにして検索してみよう。ロックインっていうお店はどうでしょう。いいね。あ、いいね。景色も良さそう。笠間のパノラマが見えるカフェだって。行ってみましょう。はい、ということで、この笠間ナビのフルフルをダウンロードしたスマホを振るんですね。そうなんです。名前がフルフルの通りで、はい、実際に行きたい方向、まあ、見たい方向を見て振ると、はい、その範囲にあるお店が一覧になって出てくるんです、はい、へー、すごいですね。どのくらいの範囲で、うん、1キロ先まで、まあ、歩いて見ていくものなので、はい、実際に歩けるぐらいの距離のお店が全部見れるようになんかもっと近いのかなって勝手にイメージがあったんでそうですよね。目の前じゃないとダメなのかなとか思ったら1キロまで。そうなんです。すごいですよね。なのでこの日も歩いた時にお昼何食べに行こうかなっていうので、はい、知ってたお店もあったんですけど、はい、実際行ったことないお店に今回行くことができて、なるほど、すごくなんていうんですかね、嬉しかったですね。はい、そうなんですか。そういったジャンルもいろんなジャンルのお店が出てくるんですね。そうなんです。そこがすごく、はい、このアプリの面白いところで、はい、お店とかそのレストラン探すアプリってすごくいっぱいあると思うんですよ。例
ただお店だけじゃなくて観光施設だったり美術館であったりっていうのも一緒に検索ができるので、いろんなところを回ることができます。なるほど、はい、いいですね。しかも歩っていける範囲ですからね。そうですよ ね、 そうなんですよね。今の動画みたいにこう遊んでいていろいろ観光施設回っていてお腹が空いたから、うん、なんか食べようか、ね、飲食店検索してってでまた次どこか行きたいからまた施設検索してってできますもんね。1日楽しめますね、はい、そうなんです。で動画を撮ったので、まあ、分かりやすくするためにこうちょっと大げさに振って見てるんですけど、実際は本当にすごく小さく1回振るだけで検索の結果が出てくるので、ちょっとその精度の良さに驚きました。へえ、本当にハイテクというかね、便利ですよね。はい、そうですか。そういったね、笠間ナビフルフルということなんですが、ぜひですね、その開発をしましたロジックデザインの渡辺社長の方からですね、そのシステムについてもいろいろとポイントがあるということなのでお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、このアプリの開発側の視点としてお話したいと思います。はい、このアプリは地域の魅力を創発して賑わいを創出するというテーマで、はい、弊社の方で2006年から研究開発を進めてきたものです。そうなんですか。今回の実証実験ではまだ実装されてない部分もあるんですけども、はい、全体的なお話をしますと、全体的には3つのステップで、構成されております。3つ、はい、1つ目のステップは、笠間市を徹底的に可視化するということです。可視化、はい、可視化っていうのはどういう意味ですか。笠間市のどこに何があるのかということを、簡単に、どこでも登録できるようなそういう仕組みになっています。どこでも登録、はい、その場所さえ分かればですね、どこでも登録できると。で扱う情報としては特に区別はなくてですね、観光ですとか物産ですとか、お店ですとかイベントですとか、そのイベントの時の駐車場が満杯になってしまう課題みたいなのもありますので、はい、そういう駐車場の情報ですとか、それから駐車場の情報まですごいですよね。はい、イベントというと期間が決められているものですので、はい、その時だけっていうような情報になると思うんですが、そうですね、そういったリアルタイムの情報も載せられるんですか。はい、はい、そうなります。極端な例ですけども、はい、あるお店で子猫が生まれて、はい、今日1日だけ見られますみたいな情報も、はい、すぐ登録することができます。そうなんですか。本当にリアルタイムですよね。本当ですよね、はい、最新情報が見られるということですね。はい、ただし、従来のガイドシステムですと、はい、情報の鮮度を保つですとか、継続性を保つというところに課題がありました。更新しなければいけないんですね。そうです、はい、でその部分を、はい、自動更新していくために、うん、大きくは2つの工夫をしてあります。はい、1つは、ビッグデータを活用するということです。ビッグデータ、はい、ネットワーク上にあるようなデータで、はい、地域のことをお話しているようなところから、はい、それを可視化して地図上に表示したりします。うん、はい、だからいろんな人がそのインターネットでつぶやいたりとか、はい、載せている情報からこう収集しているということなんですか。はい、そうです。信頼性を評価した上で、地図上にマッピングするという、そういう、まあ、自動更新をする手立てとしてそういったものを使っています。それから、重要な一つになりますけども、はい、学生が情報運用を担当するということです。お、はい、茨城県だけじゃないんですけども、はい、学生の方たちは地元のために貢献したいという方がたくさんいらっしゃいます。そうなんですね。はい、その方たちが先輩から後輩に引き継ぎながら、はい、地域の情報を更新していくという工夫をしています。今現在は時和大学の、はい、地域公共政策会、はい、ごめんなさい、地域政策研究会です、はい、を中心にして情報の更新を担当していただいています。そうですか。学生たちが、はい、先ほどの、ね、お話にもありましたが、ね、時は大学生からのお話がきっかけでこのナビを作ることになったということで、大学生がそうやっていろいろと協力してくださってるんですね。はい、はい、学生が地域を回ることで、はい、地域の中の一体感が生まれまして、生き生きとした地域を作っていくことができるということです。それと同時に学生自身も将来住みたい町という、はい、町の中をいろいろ知る中で将来住みたい町ということを、はい、まあ、作り上げていくことができるということです。なるほど。
あのお写真は何をしているところなんですか。はい、はい、あのどこをだ回って情報を更新するかとか、はいはい、あるいは初めて参加する学生の方もいらっしゃいますので、はい、そのあの使い方は簡単なんですけども、はい、一応最初に説明をしてからスタートするというそういう写真になっています。なるほど、大学生たちが自ら足を運んで、ね、いろんな施設とかお店を回っていらっしゃるんですね。すごい、町の活性化にもつながるんじゃないですかね。そうですね、はい、はい、でステップの2番目ですけども、はい、笠間市の情報を快適に居心地の良い形で、受けることができると。先ほど VTR にもありましたけども、はい、自分の知りたいものに向かって スマートフォンを振るだけで、はい、それで情報が取れるという、そういう簡単な操作で快適に、何の説明のないものでも説明を受けながら、はい、笠間市を散策することができる。本当に便利ですよね。振るだけですもんね。いちいちあの文字入れてどこどこの施設の名前を入れて、はい、検索ってやらなくても、はい、振るだけでもね。やっぱり歩きながらね、こう打つのとかもね、大変ですからね。危ないですし、確かに、はい、振るだけならね、本当にいいですよね。簡単ですよね、うん、でこのアプリには、はい、その方自身の個人情報は使わないんですけども、はい、スマートフォンの単位でですね、はい、どんなものを見たかとか、はい、そういったものが分かりますと、はい、その方の興味や趣味嗜好とか分かってきますので、それにお勧めするような形で、はい、お勧め情報を出していくという工夫がなされています。頭がいいですね。記憶してくれるんですね。その携帯で検索した内容とか、はい、趣味嗜好をインプットして、はいはい、その人が好きそうなものをこうどんどん提供していくっていう。そうですね、はい、その部分はあのロボットの人工知能に使われるような、そういう機能をコア技術として使って導入されています、はい、わー素晴らしいですね。そういったところまでやってくれるっていう自分好みのことを ね, ね出してくれるんですもんね。それは素晴らしい。はい、はい、でステップの3つ目になりますけども、はい、まあ、笠間市からお帰りになった方が、はい、希望すればですね、その方の好みに合わせて笠間市の情報を提供していくことができますので、うん、今までのような、ノイズですね、あの、はい、何でも勝手に情報が来るメールがいっぱい届いちゃう時とかありますよね、はい、最近はあのスパムなんて言ったりしますけども、そういう形ではなくて、はい、その方が好むであろう情報を提供していくことで、また笠間市に、来訪していただくという、はい、そういうステップになります。なるほど、はい、いいですよね。なんかね、うん、ちょっとしつこいなって思う時もありますもんね。そうですね、これは別に頼んでないんだけどなみたいなのとかもね、そういうのもね、ちゃんと必要な情報を選んで送ってくださるってことなんですね、はい、でそれらのステップ1からステップ3を、はい、繰り返し、実行することで、はい、少しずつでありますけども自然に笠間市内に、うん、人口を増やしていくことができるとなるほどいうことを狙っています。そういったところにつながっていくわけですね。はい、はい、それであの、はい、あすみません、それであの、はい、学生のその情報運用のところですけども、はい、その部分をですね、はい、あの日本、公共政策学会の方に発表しまして、はいはい、最優秀賞を受賞しております。おお、そうなんですか、はい、またですねこのシステム全体についてなんですけども、はい、町のにぎわいを取り戻す工夫がなされているシステム可能性があるということで、はい、経済産業省の方から調査対象システムとして、うん、あの指定されております。そうなんですか、その将来に向けてもすごく期待されているシステムですね。ありがとうございます素晴らしい。そしてこの詳しくダウンロード方法などを教えていただきたいんですが、どのようにすればいいんでしょうか。はい、はい、プレイストアから、はい、検索画面に行っていただきまして、今画面が出ておりますが、はい、で検索の画面に笠間ナビと入力していただきますと、はい、一覧で出てきますので、はい、その一番最初に出てくる笠間ナビフルフル、はい、これを選択していただいて、うん、インストールボタンを押すだけですね。なるほど、はい、簡単ですね、はい、これね地区アイコンがポイントということで、うん、そうなんですよね、はいはい、ということでダウンロードもできるということなんですけれども、うん、これはあのスマートフォンはどれでも使えるんですか。これが今 Android 端末のみの対応になってまして、はい、そうですか、はい、ただですね、はい、あの iOS の方も間もなく対応予定でして、うん、でちょうど私の後ろにあるんですけれども、はい、朝までもう一大イベントのつつじ祭りが、はい、4月の19日から5月11日まで開催されまして、はい、この期間までには、うん、あの iPhone や iOS でも使える予定になってます。そうなんですか、はい、このつつじ祭りはいつからでしたっけ。4月の19日です。あ、じゃあ間もなくですよね、はい、もう春の
構大きいお祭りですからね、笠間で有名な土祭りまでには、はい、iOS の iPhone の方まではあのアプリの方が出来上がる予定ということで、予定ということで、はい、楽しみですね、はい、そして、ま、お隣にもありますけれども笠間の稲吉の新商品ということで今お二人が着てらっしゃるこの、うん、はい、お洋服もね稲吉グッズですよね。そうなんです、はい、ワッペンがなんか違います、可愛い感じのと、ちょっとおしゃれな感じの、はい、笠間の特別観光大使という位置づけで、はい、笠間の稲吉くんというあのキャラクターなんですが、はい、これをかたどったあのワッペン、あとパーカーですね、はい、あとフリースのジャケットを、あのグッズとして作りまして、そうですか、はい、笠間観光協会で限定販売していますので、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。素敵ですね。なんかこのジップのパーカーはなんかチェックになってるんですか。そうなんです、あの、あ、中がチェックになってまして、素敵、ね、え、おしゃれに着られると思います、はい、なるほど、はい、ね、デザイン性にもこだわってるということで、そうですね、本当ですよね、はい、ぜひこの、ね、笠間観光協会で買えるということなので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、ということでね、今日はこのアプリについていろいろとご紹介いただきましたが、はい、ぜひ今後の目標ですとか、はい、いろいろと期待などについても教えていただけますでしょうか。はい、はい、今ご紹介したようにですね、はい、まあ、笠間の観光地にお客さんを多くお迎えするという中では、はい、時は大学さんとの連携をして地域と一体となって、はい、進めることもありますし、はい、ナビという中で、情報を発信して、はい、新たに来ていただくということで、うん、非常に期待しているものです、はい、で笠間市はあの健康都市笠間などの宣言をしておりまして、はい、まあ、健康につながるですね、ウォーキングや、ハイキングですね、はい、まあ、これとこのナビが連動してですね、はい、市民の皆さんも自分たちの街を知るようにですね、はい、このナビを使ってウォーキングハイキングができるような、うん、まあ、そんな将来になればいいなと思っているようなところです。なるほど、はい、でこのようにですね、はい、多くの方に、はい、来ていただいて、はい、多くの方が本当に楽しく過ごしていただきたいなということで、はい、これらのアプリを今年の10月、はい、運用に向けて頑張っているところであります。なるほど、はい、10月楽しみですよね、はい、もう笠間市さん魅力がたくさんありますので、はい、さらにこの笠間ナビでね、さらにそれが広がっていくと、ぜひ利用したいですね。そうですね、はい、そういうところ期待してます、はい、ぜひ期待しております、はい、今日は笠間ナビフルフルについて笠間の皆さんにお越しいただきましてお話しいただきました。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。